昭和20年第二次世界大戦末期、アメリカ軍による日本本土への空襲は激しさを増しました。東京や大阪などの大都会だけでなく、全国の都市が空襲の被害に遭いました。昭和20年8月2日午前0時、アメリカ軍の爆撃機 B29 機が富山市上空に現れました。富山大空襲です。焼夷弾による攻撃で市街地を焼き尽くし、死者は2000人以上、負傷者はおよそ8000人と言われています。宇治市明星町にお住まいの山崎明さん。山崎さんは当時10歳、富山市に住んでいらっしゃいました。山崎さんには富山大空襲のことや戦争中戦争後の暮らしのこと、ご家族のことなどについてお話を伺いました。富山市のまた寺町の日蓮宗の寺善照寺という家で、昭和10年1935年に生まれました。向こう民学校4年生で、もう8月に戦争が終わったということでございます。一番上の兄、13歳違いの兄、それから9つ違いの姉、6つ違いの兄、3つ違いの姉と、全部で5人兄弟と両親とで住んでいました。ちょうど今でいう東京大学ですけれども、東京帝国大学のインド哲学、院哲を専攻しておったんですけれども、その途中に学徒動員で兵隊に取られました。それでちょうど海軍の飛行隊に入隊したという形で、専門家ではないので結局偵察員に乗って水星という偵察機の、いわゆる偵察員にやって乗っておったんです。ちょうど国民学校という名前に変わって2年目に入学したわけですけれども、もう入った時から教科書などは全部戦争という内容でいっぱいだったわけですけれども、1週間に1回ですかね、確か1週間に1回だったんですけども、全生徒が校庭に集められる。そして上級生が日本の国旗をいわゆる独自ぐらいで持って、そしてずっと全部で歩いていって、そして掲揚塔に上げるという、そういうのを見て、俺もああいうのやりたいなと思ってたような、そういうような、家帰ってからの遊びもほとんど戦争のなんか内容を織り交ぜた遊びをやっておったということです。じゃんけんで例えば鬼ごっこする場合でも、勝ったら要するに日本のあれで、負けたらアメリカ、イギリスの兵隊だとかいうような感じで追いかけっこしたりして遊んでおったわけです。もう上級生になると竹槍みたいので、なんかこう藁で作った人形みたいのをずっと突撃して突き刺していて、そういうことをやったりはしてました。街の中では例えば消火訓練があったんですが、防火訓練ですね。その時なんか街の街角にちょっと広いところに一軒しようかぐらい の小屋を建てて、でそれを燃やして全部町内の人が全部出て、周囲の川からバケツリレーで小屋の火を消して消火訓練を終わった、みんなでうまくいったということで帰るというようなことまでやってました。その頃学校で学校の教育と、それから全体の雰囲気としては鬼畜生、鬼畜米英と呼んでね、で本当に鬼は相手はもう鬼は畜生のような人間ではないような感じで捉えておったということです。何回か8月の1日か2日に1日だったと思うんですけども、いわゆる富山市が攻撃を受けた時、それまでに
警戒警報が入ると窓に釣ってあるむしろその虫を中が全部炭で真っ黒にしてあるんですけども、その炭をむしろ下ろして、いわゆる火が電気の光が外に出ないようにして、それで空襲警報が入ると全部電気を消して、家の前にあった防空壕に入って防空頭巾を取って穴の中でじっとしておったんですけど、空襲が実際にあった日はそれどころじゃないですね。その空襲の 2,3 日前にビラを落としていったらしいんです。今度攻撃する、さすがにやっぱり父親が今度は危ないと思ったのか、私と姉の3つ違いの姉と母親の3人を郊外にある母親の実家へ行くようにというふうに僕ら先に行ったんです。それで近くの田んぼのあぜ道に座って、そして飛行機を見て飛行機がピカッピカッ光っていく。でそのうちに来なくなって空襲警報が解除になって、母親の実家に戻って、そこでまあ私寝てしまったんですけども、途中指を動かされて、でも庭に出てみたら富山市内の真っ赤に大火、消防同士がサイレンを鳴らしてがどん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 郊外へ走っていくという状況の中で、もうこの調子だと実家も危ないというので、実家のおじいちゃんの弟のもう一軒の親戚の家へ行って、その家の前を流れておった幅一軒ほどの川の中に浸かって、暑さをしのぎながら朝までそこに浸かっておった。もう6つ違いの兄と9つ違いの姉と両親は家に残っておったんですけど、結局空襲が始まってどうしようもないというので、いち早く逃げまして、そして結局どこへ逃げたかわからないままに朝になってようやく自分の逃げたところが分かって、実家は燃えているので親戚の家の方へ行って、そこで全部が無事な顔を見て、みんなでほっとして喜んだということです。明け方になって空襲警報が終わってですね、敵の飛行機が来なくなったというので、川からみんなが出て親戚の家で着替えて、それから実家の方に、自分の家の方に行ったんです。ところが田んぼの続いているうちは、私も前に家があったところあたりに来ると、あちこちに黒い死体が転がっている。そしてもう何もかもないんです。家はもう全然なくなっているんです。自分の家の前まで行ってみたところ、石の塀とお墓だけが残っていて、あと全部一応見渡す限り何にもないという感じなんです。でそのうちにトラックが1台来ましてね、向かいのお寺の前に止まったんです。何しに来たのかなと思ってたら、何か一生懸命黒いものを放り上げて荷台に乗せてんですね。で最初は分からなかったんですけども、よくよく見たら死体なんです。死体を放り上げてというのは、その向かいのお寺の防空壕は立派なもう屋根付きの防空壕で、直接爆弾を置けない限りは絶対大丈夫というところなんです。ところが周囲が全部火事になったので、もう虫、いわゆる虫焼きですね、もう防空壕の中で全部の人が亡くなって、それをトラックに乗せて、まあ神通川という川 のところへ持って、そこでダビジを伏すという形をやったらしいんです。それから焼け跡をずっと歩きながら、今でいう富山地方電鉄という電車に乗って、富山市からだいぶ離れた上市町のところへ通って、いわゆる正式のお寺ではなくて教会、寺の一つ隠した分なんですけども、父がそこの責任者でもあったので、そこに代わってやっと一息ついてホッとしたという、もうそういう感じです。ちょっと新聞か何かで出とったんだかもしれませんが、重大発表があるということで全国に引くようにということで、ただ私の家は燃えてしまったのは富山で燃えてしまってラジオもなかったので、私は近所の家へ行って聞いたんです。いわゆる天皇陛下のお言葉っていう玉音放送、玉の音だったり玉音放送が入りました。そしてまあ独特な喋り方なので、はっきり何がおっしゃってるかよくわからないけども、ただ戦争が終わったということだけは分かった。途端にいやこれは大変だと慌てて家に帰って、
父とは母に戦争はないと、いうふうに伝えたところが、父も父の母も割と平然としておったんです。もう両親の方はもう分かっておったんでしょうね。もう戦争はもう勝ち目がないと。まあ、それでほっと安心したんです。それからずっといわゆる進駐軍っていうんですか、アメリカ軍が富山にもやってきます。そして富山市に焼け残っていた電気ビルというところに駐屯したわけですね。 そして、スポーカージープに乗って、あちこち行くわけですけども、子供を見ると、雨などをくれるんですね。それで、アメリカ兵やイギリス兵に殺されると思い込んでいた、のが、こんなにいい人たちかって言うんですね。それこそ、戦争中は、いい子、いい妻、母さん、出てくりゃ、地獄へ坂を落としな、と言うとったのが、なんと、 それ分なるといい子にいい子アメリカさんグッドモーニングというそういうことを歌ったりしてるんでね、まあ一安心というんですか、みんなこれで動員で戦争がなくなってよかったなと思う、そういう状況でした。それでその頃覚えた文化なんかもう教科書にも音楽の時間にもそういうのを習うわけですけども、いまだにいくつも覚えてますね。それくらい 小さい子供にまで頭の中に正義の戦い、もう本当に染み込んでいたという感じです。まあ戦争終わって新しい学校に入って、そこで最初に教えていただいた先生の名前今でも覚えてるんです。その先生の教えで本当にホッとしたっていうんですかね。その後はやっぱり中学になって、自分内に小学校、国民学校4年生まで受け取った、 そして頭の中に染み込んでおった考え、いろんな考えがだんだん消されていって、そしてまともなことを考えるようになったんじゃないかなと思います。それでまあ入ったのは確か霞ヶ浦だったと思うんですけども、それから四国の方に変わって、そしてそこで勤務して、それでまあ敗戦の共同45日前に 出撃命令が出て、そして出撃する予定だったんですが、前日から雨が降ってて滑走路が全部ダメになっていて、もう飛行機は飛べないというので出撃停止命令、待機命令が出て、そしてもう終戦敗戦ということで命拾いをしたということであります。ちょうど一家全部で午前仏さんの前で 実はお参りをしとった。というのは兄は、全然連絡がなくて、どうに生きてるのか死んでるのかもわからない状況だったんですけども、ちょうど8月の24日後か、本堂の後ろ、一番手前の扉がガラガラッと開いて、みんなでパッと後ろを見たら、もう兄が軍服姿で帰ってきたんですけど、びっくりしとると同時にみんなで大喜びをして、 そして本当に何とも言えない、私の人生で一番嬉しいことの一つだと思います。やっぱり世界全体、人類は同じ人類として国が違っても、やっぱり言葉が違っても、何かあれば色々話し合いで物事を解決していくということが一番大事です。どこかとどこが戦争した、戦争したら両方とも傷つくわけです。先ほども言いましたように、富山市なんか 一夜にして全部燃えてしまう。おまけに原爆なんかって言ったら本当に一発で広島なんか全部広島も何隻もやられてしまう。東京も一夜にして全部燃えてしまうと。戦争なんてのはただ人の命と物を失うだけで、お互いが犠牲になるわけで、戦争なんか絶対すべきじゃないというふうに思います。